たちリンクルプラネットです。お願いします。お願いします。はい、本日紹介するのはこちらです。機動戦士ガンダムシードデスティニーより巨大可変モビルスーツデストロイガンダムです。イエーイ、来ました。でかいよ。でかすぎ。本当にやばい。だって2人で持たなきゃいけないんだもん。ほんとよ、ね、だってあの PG のサイズやもんね。間違いない。 HG 書いてるの、うん、HG 書いてるよな。おかしいな。ちょっと中が気になっちゃうところもあるんですけどおお、じゃあ早速あ、せーの、ご開帳。はい、ランナーを並べてみました。でかい。でかい。そして収まりきらない。やばいね、こんなに机パンパンでさ、しかもパーツ大きいのってすごい珍しい。うんうん、いやもう HG ではないの、うん、やばい、とりあえずこれね、うん、いっちゃう最初に気になったパーツ、うん、はいはいはい、どれですか。やっぱりここら辺のやつですよね。これやばいね。見て、ここに書いてるんです。 M デストロイガンダム。これランナーに書いてるやつじゃないですか普通。確かに。そう、それがパーツに直接書かれてるっていう。あ、これ、そう、これ両サイドで、これが真ん中のところね。これもここに、ほら、すごー。待って、これ激アツじゃない。そう、これなんか面白い。このサイズがもう見て、大きすぎるのよ。エリちゃんの指よりも。そう、あとね、このエフェクトたち何この量。これは皆さんぜひ数えてください、ね、おいっぱいあってからのこのでっかい赤いビームエフェクト。でっけえ。もうね、ギラギラ感が半端ない。やばいね、これ団地団地。これね、変更成形なんですよ。お、私のめちゃんと手ね、2つみたいなぐらいでかい変更成形のパーツなんです、ね、でね、あのこの細かいパーツわかります。あ、あります。この細かいパーツ、これは何なのかという話ですね。あ、確かに、ね、こんなにさ、大きいパーツいっぱいあんのにさ、うん、これだけちっちゃいんだよ。さあ、これはどこに使われるのか。じゃあ早速最後まで見たら見ちゃいます。あ、見たい。じゃあ完成形お見せします。ドン。おおおお、こちらです。おいちゃう。いや、これすごいぞ。これすごい。ちょっと一回持ってみてほしい。いいの？ちょっと一回持っていきます。うん、あー、折れる折れる。嘘です。すごくない？いや、安定感あるね、これ。そう、大きさがみーちゃんのお顔よりも大きい。あー、いや、本当にでかい。大きいね。さっきのさ、でっかいランナー、うん、これがさ、ここに来てるってことじゃない？そう。こんなに大きいプラも本当に見たことがないというわけで、おキラヤマト、いきます。おこちら、HG のライジングフリーダムガンダムを持ってきました。うわ、これの差すごいな。でもこれやばいね。なんかこう見るとやっぱ144分の1なんだなってなる。あ、まあ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 、単発で見てた時は、うん、このさ、羽とかをさ、あ、確かに、でかっとか思ってたけど、うん、なるなるなる、ちょっとレベチすぎる、これは。えぇ、ー、でも見て、私、あ、ここのモールド、ここ、ここすごく細かい。素敵。いや、ほんとこんなところまでこだわりを持って、ね、ここすごいね。うん、ここすごい。ここ好きだわ。でね、さっきちっちゃいパーツどこに使われるんだって話してたじゃないですか。あ、言ってた言ってた。実はこいつなんです。これ折ってって、折ってってなんです。確かに折ってってだ。関節が詰め込まれてるんです。この親指の付け根も、うんうん、親指の関節も。え、待って、すごい。そう、しかもこの全部の指が動きます、一個一個。しかもね、ここ、指先、指先あの開いてるの分かります？開いてるの分かります。まあ、ちなみにこっちにもね、サイド、サイドにも穴はあるんですけども、開いてます。お、何か分かりますか？あ、エフェクトパーツが付けられる。そうなんです。はい、こちらビームエフェクトを用意しました。早速つけていきます。つけていきます。どこからつけるのがいいかな。おお、でかっ。はい、できました。できました。わー、またこれ
らまた迫力が変わりましたな。でかい。さらにさらに。これちょっと私思ったこと言っていい？あ、どうぞ。バスデーケーキ。なんで？どういうこと、どういうこと？まずこれろうそく。あー、ろうそく。ここがケーキに見えて。おお。そんなハッピーなものに見えたんだな。そう。どう見ても破壊だよこれは。で、これ実はですね。はい、ちょっと実はモビルアーマー携帯に変形させることができるということで、ちょっと一時ねビームエフェクト外したんですけど、うん、これね、うん、まあこの大きいのがこうなるわけよ。で、まあ頭が邪魔になりますよねってことで、ここほら今アイタン分かりますか、これ。うわあ、そう、頭が沈むんです。グググググって。そう、沈んだ。そうで、ここでまたカチッてして、これで上下できないようになります。なるほどね。そう、すごくない？すごい。で、よいしょ、腕を引っ張ろう。グーにさせて、ね、シールドも引っ張って、ここで、はい、まっすぐにさせて、はい、これをくるりん、グリーン。これも反対側、一緒のことしますって、こんな感じになったら、はい、よいしょ、台座を取って、はい、これがグオーンと前にすごい来ます。すごいすごいでしょ。でこれもこのくぼみがあるのでね、手の方も入れてもらって、この腰を下半身を散らします。回しちゃいます。全回転、あ、違う、180度か。でこんな感じで来ましたら、膝を曲げていきます。はい、膝を曲げ、こう来ましたら台座に、この下に固定させて、こんな感じで変形ができます。いや、すごいわ。っていうかめっちゃ簡単に変形できるじゃん。結構簡単です、ね、はい、この状態でビームエフェクトつけること、こういうことだね。あ、そういうことですね。ギュインギュイン。そしてなんとですね、はい、さらにアクションベースを使ってまた新たなポージングができるということで、はい、あ、 ありがとうございます。で、一体どこが動くのかと言いますと、はいはいはい、ここです。シャキン、手が取り外し可能なんです。はい、で、ここの裏にね、うん、ここに穴が開いてます。開いてる。ここにアクションベース差し込んで、そこなんだ。そう、手を浮かすことができるんですね。はい、はい、まあ、こんな感じですね、うん、簡単にサクッ、簡単入れて、ここにビームエフェクトをつけますか。つけたい。つけます。はい、モビルアーマー携帯完成です。いやいやいや、見てください。いやー、これすごいよ。やばいやばいやばい。おお、うん、とりあえずここがすっごい長い。長いね。皆さん、ショーケース新調するしかないんじゃないですか。うんうんうん、本当にあのね、うん、すごいカメラを引かないと全体映らないわけ、うん、このデストロイの後ろ映したまま、はい、ここら辺にさ、開いてしたらめちゃくちゃ映えそう。あー、なるほどね。ちょっと今画角的に撮れないけど。ここ無理だね。そうそうそう、この戦い見てみたいわ。いや、本当にもう永遠撮るやん。撮ってたくなるもんだって。わかるけど、今回の動画はここまでです。はい、終わっちゃいます、はい、ということで、この動画がいいと思った方はグッドボタンと、私たちとリンクした証、チャンネル登録をカチッとよろしくお願いします。おお、先だな。はい、ということで、次の動画も見てください。見てね。せーの、またね。